こちら玉川大学です。ほんの大学生の一部です。ごく一部の部分でもこのように大勢の人がいます。ですがあいにく雨が降ってきました。これから先の天候はだんだんと悪くなると思います。またも私も傘を準備しまして今日のこの大学祭これから回ろうと思ってますが、この前に町田市調理師学校あるいは町田市聖火学校の文化祭を拝見しましたので、こうした時間がありました。この後天候が悪くなってきますが、最後までこの無事終わるように願っております。この後各学校の部屋に入っていきます。